距離で反応するか。くそ、引け。あ、しかしこれ以上無様を晒すのか。どこだ。確かにもう一機。若、敵の船が下がりました。若も一度お戻りください。お疲れ様。ありがとう、恥の星。あの船を追ってきたら面白いことになってきたぜ。だろ、アイコ。ああ、面白い。兄ちゃんの言う通りだぜ。おい、ベロスケ。私のことですか。ベロースコーサと呼んでいただきたいのですけれど。だから略してベロスケだろうが。だろ、アイコ。ああ、兄ちゃんの言う通りだ。返事しろや、ベロスケ。ベローズコーサを略してもベロスケには。いえ、いいです。何でしょうか。オムデンコロニーカンパニーがリングを持ってるってのは確かなんだろうな。申し訳ありませんが、他のリング所有者の情報は私にも与えられていないのです。本当に知らねえのか。隠してんじゃねえのか。いえ、本当に聞いておりません。けっ、役立たずか。まあいい、調べはついてんだ。奴ら必死こいてリングを集めてるって評判だからな。いいか、アイコ、よく覚えとけ。やたらと噛みつくだけが喧嘩じゃねえ。頭を使わなきゃよ。え？俺たち兄弟が出撃すりゃ、あんなクソ船一つ沈めるのは簡単だ。けど、あの船のバックにはオムデンの野郎がついてやがる。いきなりでかい組織と構えるのはうまくねえ。だから泳がせたまま金星組んだりまで来たってわけだ。そしたら見ろ、どっかの白いモビルスーツ野郎と揉め始めやがった。こうなりゃ狙い通りだ。どっちもぶっ殺して相打ちってことにすりゃおしまいよ。だろう、アイコ。おお、さすが兄ちゃんだ。チッ、要するにオムデンにビビってるだけじゃねえか。白いモビルスーツが出てきたのも偶然だし、何が狙い通りだ。相打ち狙いとか誰でも思いつく作戦で偉そうに。ああ、何ブツブツ言ってんだ。いや、さすが兄ちゃんだなって。何度も言うなって。ま、クランの後継者として親父からリングを託されたからにはしっかりしねえとよ。あれ、親父が言ってたのは俺か兄ちゃんのうちどっちか。ウルズハントで多くの功績を残した方を後継者にってことだよな。うっ、愛嬌てめえ。兄ちゃん苦しいよ。お前まさか兄貴の俺を差し置いてクランをものにしようってんじゃねえだろうな。もちろんだぜ。
ボスは兄ちゃんだ。いつだってそうだったろ。分かってりゃいいけどよ。くそ、バカ力が。ああ、なんて。さすが兄ちゃん、パワーすげえなって。我が主からの通告です。これよりウルズハントを正式にスタートいたします。よし、手始めにあの船をぶっ叩く。白いモビルスーツが出てくるまで目離すなよ。あの、まずは行き先をリングで確認した方がよろしいのでは。うるせえ、行き先は俺が決めんだ。余計な口出しすんな。だろう、アイコ。兄ちゃんの言う通りだ。黙ってろや、ベロスケ。ウルズハント、この俺がいただいたぜ。いや、この俺だ。転職したい。待ってくれ、シクラーゼさん。頼みます、上への報告はもう少し待ってくださいよ。危険な、レンジー・ダブリスコ。お前は手ぶらで戻った。リング回収に失敗したということだ。上もそれなりの判断を下すだろう。次は回収してみせますよ。今度こそあのモビルスーツを仕留めて。チャンスは与えたはずだが。頼む。この通りだ。このチャンスを逃したら組織の中でのし上がる機会を失っちまう。俺はこんなところで終われねえ。お前の事情は俺には関係ない。俺は俺の仕事をこなすだけだ。ただ上からの指示が届くのを待つ間、お前が勝手に出撃するというなら止めはしないがな。ああ、それでいい。すまねえ、シクラーゼさん。お前が何をしようと俺は感知しないと言ったんだ。一つ言っておく、組織にとってはお前も俺も使い捨ての部品に過ぎん。ネジや歯車と同じ、使えなくなれば新品と交換して終わりだ。必要な部品だと思われたいなら性能を証明してみせることだ。ええ、よーく分かってますよ。若、貨物の積み込みはあらかた終わりました。燃料や食料、弾薬など提供された軍資金で調達しましたが、どのような旅になるか、この先何が必要かも不明ですので、正直なところ十分かどうかは何とも。うん、ありがとう。うちクルーは揃ったの？はい、整備士が足りないので外部の者を何人か雇いました。モビルスーツを扱った経験のある者はほとんどいませんでしたが。そうか、でも G がいれば安心だよ。会社の運営に関しては事務所の者に申し送りをしておきました。若も私も長く留守にすることになりそうですからな。そうだね、俺からもよく頼んでおくよ。他に問題は？はあ、問題というかあの二人が。おい、若はどこにいるんだ。若は、わしに聞いても知らんわ。わしは若じゃねえもんな。分かっとるわ、そんなこと。やれやれ。あの二人ね。
ここにいた。おお、若だ、元気そうだ。若、これどういうこっちゃ。やあ、デキステル、シニステル、通信士と操縦士で一緒に来てくれるんだって。来てくれるもないもんだ。社長命令となりゃ嫌でも従うしかねえわさ。若社長が仕事をほっぽり出して宝探しとはな、うちの会社も終わりでな。苦労かけて悪いね。でもずっと会社を支えてきてくれた二人には俺のそばで助けてほしいと思ったんだ。ウルズハントで優勝すれば会社も大きくなる。みんなをもっと幸せにできるんだ。うん、そのなんとかいうレースのためにおい先短いポンコツを宇宙へ連れ出そうってか。人使いがあるわい。わしら宇宙で死ぬかもしれんな。棺桶も一緒に積んでもらわんと。いい加減になさい。お二人とも言葉が過ぎますぞ。やかましい。デムな坊やは黙っとり。わしらお前さんが鼻水垂らしてた頃からよく知ってるからな。いや、黙りません。出発の準備は済んだのですか。必要なものがあれば申告書を提出するように。へえ、言われんでもそうするわ。まずは便所だ。便所はどこだ。わしに聞いても知らんわ。わしは便所じゃねえもの。わかっとるわ、そんなこと。やれやれ。わが、出港は2時間後を予定しております。私は貨物の最終チェックがありますので。わかった、頼んだよ、ジン。準備は順調のようですね。コルナルさん、うん、いよいよ出発だ。楽しみだよ、ワクワクする。それは何よりです。いくつか聞いてもいい？はい、何なりと。俺たちが探す宝っていうのはどんなもの？申し訳ありません。現時点ではそれ以上の情報を開示する許可を我が主から得ておりません。そうなんだ。ウルズハントの参加者は何人ぐらいいるの？スタート時点で登録されていたリングの数は7つ。その所有者が正式な参加者として認められています。つまり7人か。リングの所有者は1人につき1つとは限りません。それに協力者の人数に制限はありませんから。なるほど。他の参加者はどんな連中なの？残念ながらその情報は与えられておりません。え、ウルズハントの案内人なのに？7つのリングにはそれぞれの所有者を導く7人の案内人がついております。つまりコルナルさんはこのリングの俺の案内人ってことなんだね。じゃあ船にも一緒に。はい、リング所有者に同行しその行方を見届けるのが案内人の務め。小さな船室を一つ貸していただければ嬉しく思います。わかった、手配するよ。グラティアス。航行中、おいしいお茶の提供をお約束します。
若。うん、水星軌道へ向けて出航だ。使い捨ての部品か。だよな、それが組織の論理ってやつだ。見てきたはずだろ、散々よ。笑えるぜ。そいつをぶっ壊すためにあがいてきたってのに、いつの間にか飲み込まれてやがる。クソ、もがいてへつらって命のやり取りまでして、いつになりゃ光が見えるんだ。お頭。おう、なんだ。リングが指示した水星軌道に間もなく到着するそうです。わかった、あのガキも必ず来るはずだ。見つけ次第出撃する。お前らも準備しとけよ。はい。リング、ウルズハント、優勝賞金1000億メリアか。そいつが自分のものになれば夢見るだけ無駄か。あのガキをきっちり潰してリングを回収するんだ。部品は部品らしくな。ここが目的地？水星の軌道上にいることは確かですが。コロナルさん、ここに何があるの？さあ、私も詳しいことは。近くに何か目ぼしいもの？なんもありゃせん。40〜50年待ってれば彗星が通りかかるかもしれんな。うん。いや待て、何か来るぞ。え？エイハブウェーブの反応。こいつは船だ。モビルスーツの出撃も確認。カツワさん、急速に近づいてくるぞ。モビルスーツ？モニター、切り替えます。こいつは、待ち伏せしてたのか。行くしかないな。G、恥の星の準備は？お待ちください。ここは一旦退却をして。ダメだよ、G。ウルズハントに参加した以上、戦いは覚悟してた。夢をつかむと決めたんだ。夢に背は向けられないよ。わかりました。ですが、若、くれぐれも無理だけはなさらないでください。わかってる。行くよ。
やがったな。アンディ、ビト、お前らは待機しろ。あのガキは俺がやる。お頭、いいな、手出すなよ。決着つけてやるぜ。こっちのセリフだ。どうしようか。やっちまおうぜ、兄ちゃん。